れからいろいろこのやることを変えたんで負けられないっすね、うん、盛り上がる一戦になると思いますね。返り討ちにしたいと思ってます。まあ、なんていうかたどり着けたなって感じですね、そこに、うん、やることをやって、うん、やっぱりこうたびたび名前出されてたと思うんですけれども、うん、鈴木選手の、うん、あの試合っていうのはご自身にとって特別なものだったんでしょうか。そうかもしれないですね、うん、だし今あれからいろいろこのやることを変えたんで、そういうののこの変化っていうのを見せつけたいなという思いもあって、はい。まあ、これまでの試合までの期間、こういろいろな戦いをこう乗り越えられてきたと思うんですけども、まあ、そこでこう積んできたこのものへの自負みたいなものってありますか。いや、ありますね。やっぱ自分自信になりましたし、徳を積んできたなって感じです。その中にはやっぱりこう因縁の久村選手との試合も、はい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 、結構糧になってたりするんでしょう。まあけどそこに乗り越えたことも自分自身の自信もそうだし、そこにこうまあ自分 の, あの一緒にやってきた仲間たちとの乗り越えてったっていうので、そういう自分の、まあ、チームじゃないですけど周りもみんなで勝ってきたものなんで、そこがこうその人たちもみんなの自信になったからっていう、そこの乗り越えたのがいいですよね、うん。まあ、ここまでのこう勝ちを積んできたことってやっぱり原動力の一つにはザ・マッチでの悔しさみたいなってあったりしますか。悔しさもあるしけど、まあそれ以外のこう因縁の戦いもあったし、ただこれをしっかり乗り越えなかったら、まあ、僕のこのやってることっていうのは、僕のやってきたことっていうのをしっかり証明したいなって、ここを乗り越えて、うん、結構みんな僕が余裕で勝つと思ってると思うんですけど、そんなことないと思ってて、やっぱあっちも本当の負けたら終わりの覚悟を持ってくるんで、うん、だから本当にそういう覚悟の相手に対して圧倒できれば、うん、やっぱ気持ち同士の戦いっていうのをもう僕は乗り越えてきたんで、そういった乗り越えただけの強さを見せようかなと思ってます。 K1 のベルトを持った状態で戦うっていうことに、うんうん、こう何かこう気負うものと か, なんかそういうの、まあ、だから前回はそれで負けたんで、今回はやっぱ前回と立場も違いますし、やっぱその K1 で勝ってきてるんで、僕はしっかりチャンピオンになってから、うん、だからそれのまあ、前回はそんな背負うとかの今回は正直あんまなかったですけど、今回それを全部背負っていかないといけないんで、うん、そういう重みはありますよね、うん、負けられないっすね、うん、あ、自分自身負けられないっすね、うん、今回の戦いに作ってくれて自分自身負けられないっすね、まあ、ただ僕のやってきたことの一つの一回のこう僕、まあ、僕だけじゃないんで、やってきたのは僕ですけど、僕の周りの人たちと一生懸命やってきたものっていうのは証明されれば証明したいし、そこをやっぱけど絶対乗り越えないといけない部分なんで、あの戦いからいろいろ乗り越えてきたんですけど、これも絶対乗り越えなきゃいけないことなんで、うん、そこのケージ目じゃないですけど、そこをやりたいなと思ってます。やっぱここがこうある種のこう自分の格闘家人生で、まあ、一種のゴールみたいな、ゴールではないですけど、そういう感覚はないですね、別に、うん、ただ大きなここまでのたどり着くまでもやっぱ結構でかかったですし、これもやっぱ絶対一つでかい僕の格闘技の中の大きなことだと思うんで、うん、っていうのはあります、まあ、僕を応援してくれてる人とか信じてくれてる人の望むようなそういう結果を出すために僕も、試合までまだまだ仕上げていくと思うんで、皆さん応援お願いします。ザ・マッチからの再戦ということで、 それに望むこう今の気持ちをお願いします、はい、ザ・マッチの再戦で、ザ・マッチの時は僕が勝利したんですけど、まあ、その後の試合でいうと金子選手はもうずっと勝ち続けて、
今は K1 の代表の選手になったんで、まあ、僕はちょっと今ベルト失ってしまったんですよ年末に。それでも金子選手が僕とやりたいっていう強い思いで言ってくれてるっていうので、金子選手の強い覚悟とそういったものを受け取って、まあ僕もしっかり仕上げてもう返り討ちにしたいと思ってます。チャンピオンとしての風格もやっぱりもうついてきてるんで、まあ強敵は強敵なんですけど、ザマッチの勝利を上回る勝ち方でもう一回勝ちたいなと。勝ったけど、まあ圧倒的な差はあったかと言われるとなかったんで、まあ僕は勝ったけど、まあ言われてたわけじゃないですか、ずっと鈴木雅彦とやりたいって。まあ、やっぱほんまの勝ち負けっていうのは僕の中で相手の心を折るというか、もう二度とこいつにはかなわんなって思わすことが、そこまでして真の勝利やと思ってるんで、まあ、相手の心をしっかり折るような圧倒的な勝利で、そうですね、勝ちたいと思います。そうした中でこう今回の試合こうどういったこう試合になっていくと感じていますか？まあ、やっぱり向こうも K1 の王者としてライズの舞台に上がってきてくれるんで、まあ、相当な覚悟があると思うんですけど、まあ、その覚悟を上回る僕の覚悟で迎え撃ちたいというか、まあ、やっぱりおのずとそのスタイル的にも噛み合うと思うんで、すごい面白い試合になるというか盛り上がる一戦になると思いますね。あの金子選手っていうとこうご自身対戦されたあの久村選手と戦って、はいはい、まあ、この間は勝っているっていうのもあるんですが、はいはい、そのあたりとかはこう思うところとかってありますか？そうですね、やっぱりその一戦もしっかり勝利して金子選手は K1 のね、背負う一人の選手になったんで、まあ、やっぱり王者としてのなんか自信もついてると思いますし、まあ、前回戦った時よりすごい気持ちの面でも強いと思うんですけど、そうですね、その気持ちをへし折るぐらい、はい、圧倒して勝ちたいなと思ってます。金子選手との戦いでもあるけど、自分自身との己との戦いだなというふうに感じてて、まあ、そういうところも試合で見せていけたらいいなと思ってます。ライズっていう団体に対する思いとかってありますか？そうですね、ライズ王者ではないけど 今僕はでもやっぱりライズファイターとして戦うんで、まあ、K1 の選手に、まあ、以前久村選手に負けちゃったんで、まあ、ここで勝つことによってまたそのリベンジの道も広がっていくと思うし、まあ、ライズファイターとしても何が何でも勝ちに行きます。目の前のこう試合が一番大事だと思うんですけれども、これに勝った後というかこうどういったこう選手として、うん、格闘家になっていきたいかみたいなビジョンってありますか？これに勝った後は、そうですね、まあ今は第一にそのライズの失ったベルトを取り戻すっていうのと、そうですね、久村選手へのリベンジ、それもありますし、まあやらないといけないこといっぱいあるんですけど、まあそうですね、最終的にというか僕の戦いで生き様を見せていきたいというか、そういう選手って結構少ないと思うんですよ、その生き様を体現してる選手っていうのが。そういう選手に僕もなりたいというか、
何かを伝えれるような選手になっていきたいですね。ライズファンの皆さん、 K1 ファンの皆さん、金子選手となら絶対面白い試合になると思うんで、ぜひ期待していてください。会場しっかり盛り上げて最後は勝つんで応援よろしくお願いします。